中途半端に残ったミルクとご飯、向こうにあげたら食べてくれました。よかったです。まだね、お計算もたっぷりあるから、まあ、確かにカリカリはね、安いやつだしね。あとは駐車場の猫ちゃんたち、なんだっけ、喫茶店前の、いてくれたら、あげるんですよね。まあその前にボノちゃんとか、みんな食いしん坊でもな、安いカリカリ食わねえからな。あ、ボノちゃんにはエイム30もちょっとブレンドしてあげます。年なんでジプシーだし。はあ、疲れた。ちょっと今休んでます。次は西側行ってきます。では